吉原幸太さんの登場です。どうぞ。こんにちは。どうもです。どうもです。あ、どうもこんにちは。皆さん、改めてご紹介いたします。吉原幸太さんです。よろしくお願いします。いやー、幸太さん、はい、たくさんの方ですよ。ねえ、ねえ、さすがですよ、若林さん。いやいやいや、何をおっしゃいますやら、幸太さん人気さすがでございますよ。はい、ということで、はい、今日は幸太さんとたっぷりとお話ししていこうと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあお座りいただきまして。はい、はい、いや、幸太さん、こういうショッピングモールアリオでトークショーってされたことありました？現役時代とか。いや、ないんちゃいますかね。ないですよ、はい、そうですか、はい、すごい人ですよ、本当に。そうですね、まだ早い時間なので。ねえ、はい、ありがとうございます、はい、ただ、幸太さん、このアリオ札幌には何度も来たことがあるということで。そうなんです。何買いに来たんですか？この中で一番来てるんじゃないですか、僕が。そんなに、はい、そんなに。いや、本当に何でも揃ってますもんね。そうですね、本当に、ねえ、はい、お買い物便利ですけれども。さあ、そんなアリオ札幌で私たちは今回トークショーということで、はい、まあ、我々は J:COM 札幌で GO コンサドーレという番組をお送りしております。はい、ね、幸太さん、はい、まあ、皆さん見てくれてるんですよね。あれ、見てくれてる、見てくれてますよ、そら見てくれてるんですよね。はい、ありがとうございます。さまざまなコーナーもありましてね。はい、楽しいですね、幸太さん。いや、まあ、僕はこう現役をね、サッカーを引退して、あのチームの応援番組やるのがすごい夢っていうかね、目標だったんで、はい、まあ、すごく自分的にもすごい楽しんでやれてるし、でこういうファンの人と選手の間に立ってああいう情報を発信できるのはもういつも収録楽しくて仕方がないです。はい、あの新しい回の放送は4月の26日から26ですね。はい、放送になりますけれども、今回私たちまた面白いことを。そうなんですよね、ちょっとね、してきまして、はい、ちょっとだけ教えちゃいますか。はい、全部教えていいですか。全部いいです。若林さんが1枚脱いだりとか。見たくないですよね。ちょっとそんな、皆さん笑ってる。あの私たちですね、札幌ドームでグルメリポートをしてきました。はい、もっと驚いてください皆さん。まあ、選手の時なんてああいうスタジアムのコンコースにね、グルメを食べに行くなんてありえないし、選手よく控えの選手とかあのスタンドで見るんですけども、あの時って実は飲食禁止なんですよ。やっぱりこう見栄えが良くないし、はい、だから俺も隠れて食べました。じゃあ家から持参したりとか、家とかからグミとかを忍ばしといて。やっぱね、サッカー観戦でね、見てる方もお腹がすごいあのすくんで、はい、だからもうファンの人とかがこう唐揚げとか持ってたら、うん、めっちゃ美味しそうと思ってて、絶対こういつかこうグルメ行きたいなと思ってたのが、はい、叶ったというか、この間ね。そうなんです、はい、夢が叶いましたね。あの札幌ドームでコンサドーレの試合がある時にのみ販売されるメニューというのがたくさんありまして、はい、それを私たちが食べ尽くしてまいりました。はい、食べ尽くし、まあ、全部ではないです。全部ではないんですけどね、今回はね、はい、あのコンサドーレの試合の時だけに出してくれるモスバーガー、食べたことあります？誰か。ないんですよね。すごいボリュームでしたね。はい、まあ、でも私たち勝負で勝たないと食べられないという企画で、まあ、どっちがどれぐらい食べたかをぜひ皆さん4月26日から放送になりますので、ご覧になっていただければと思います。はい、まあ、幸太さんは、じゃあ今お仕事としてはそういう番組に出たりですとか、スクール生をね、サッカー教えたりだとか、あとはなんか、そうですね、こういうイベントに出させていただいたり、コラムをね、はい、同心さんのコラムとか書かせていただいたりは。読みました、皆さん、幸太さんのコラム。すごい文章力と文字数にびっくりしませんでした？皆さんうなずいてる。あ、本当ですか、ありがとうございます。でも昨日、ね、あのその原稿を結構必死で書いて、はい、送ったんですよ。どやみたいな感じで送ったら、どやどや、なんか、いや、私、向こうの編集の人から、いや、私の
伝えた方が悪かったのか、ちょっとやり直してもらっていいですか。まさかのダメ出し。いや、実は明日の試合を見てから書いて ほしいっていうかね。確かにそうやなと思って、明日の試合も見ないとと思って、だからそれにその文、ね、900文字の文章に後から継ぎ足す作業って僕やったことないんで、ね、だからその作業のやり方をちょっと教えてくれる方を募集してゴーストライターみたいな今流行りの、ね、今流行りのね、だからその付け足すのできるかなっていう。ちなみにそのコラムは誰について書いたんですか。あのね、天才といえば、はいはい、そう、前田ですね、前田俊介についてちょっと、はい、一言物申した。いやいや、もう持ち上げまくりました。持ち上げまくった、うん、わあ、それどんな風に撮るのか楽しみですね。でもあれに突き足せるかな、ちょっと突き足せる方募集中でございます。いや、もしかしたらちょっと違う選手になってたら、あ、いや、吉原突き足せなかったなと思ってもらったらここに、はい、この会場にいらっしゃる方だけ知ってる情報、その能力なかったなみたいな感じで感じていただける。はい、これマンスリーコータと言います、はい、マンスリーコンサーコンサー、はい、マンスリーコンサーですね。はい、はい、第4木曜日に、そうですね、はい、はい、北海道新聞で、コウタさんのコラムがありますのでチェックしてみてください、はい、900文字でしたっけ。そうですね、ね、ということなんですけど、はい、さあ、それではですね、コンサドーレのお話をどんどんしていこうと思いますが、はい、まあ、開幕しましてあっという間に試合を重ねていますが、現在は7位。7位、皆さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、今の順位、今の時期この順位でいいかなと思う人、それともいやいや、もっと上に行ってるべきだったと思う人、どうでしょう。今のぐらいでちょうどいいと思うか、もっといけるだろう、コンサドーレ、もっといけるだろう、まあ、あ、もっといけるだろうの方が多い、ね、ほうほうほう、コウタさんはどうですか。俺はやっぱりもっと J1 っていう掲げてて、まあ、もうちょっと行っててもいいかなと、やっぱりそれは欲を、ね、うん、出しちゃいますけども、うん、まあ、それはその理由は試合内容が伴ってこの順位だったらいいんですけども、まあ、まだもうちょっと試合内容的にも戦い方にももっとできるっていう期待も込めたらちょっとまだ、うん、かなと。いい試合もね、本当にたくさんありまして、まあ、本当に開幕の、ね、岩田から勝利で始まっていい試合もたくさんありました。北九州にも、ね、3-0 でしたもんね。ただ、はい、先週のちょっと大分戦、大分戦ね、いや、やっぱり大分は J1 にいたチームやっぱ強いなっていうのは感じましたけど、どうですかね先週の敗戦。敗戦ね、まあ、やっぱ前半のシュート数の少なさっていうのからして入りも悪かったし、後半ね、やっと相手のシュート数に追いつくぐらい猛攻を見せたんですけども、はい、まあ、やっぱちょっとシュート数が少ない試合がちょっと多いかなと、うまくサッカーやってるけども結局そこでうまくやるとこじゃなくて、プロだったらもっと相手のゴール前でアイデア出してやるとこだったりね、自分、はい、ここっていうとこで勝負できれる選手とか、まあ、もっと思い切ってやれる選手が出てくれば、新野なんかはもうまだちょっと怪我してたりするんですけど、はいはい、まあ、その攻撃面の話でいうと、はい、やっぱり内村選手を欠いてる状況っていうのは得点力不足、痛いなっていうのがまさに大分戦でね、露呈された感じでしたが、そうですね、大分はディフェンスラインがちょっと高く上げてきたんで、だからそれで内村みたいな裏に走っていくような選手がいなかったっていうのはちょっと前半苦しそうだなと見てて思いましたけど、まあ、ただそういう出られない選手がいるということはまたチャンスをもらえる選手がいるということで、そうなんですよ、今ね、コンサドーレすごい選手がたくさんいて、はい、例年にないんじゃない、まあ、紅白戦してもすごい機械の選手がいるぐらいいて、だから、まあ、選手層ではすごい熱くなってるんでね、はい、
ちなみに、はい、明日が群馬戦ということになります。現在順位は群馬は17位ということで、だいぶ下じゃんと私ちょっと思いましたら、勝ち点たったの2つ差なんですよね。どうでしょう明日の試合。明日はそらスカット、お絶対勝つとは予想してますけど、お、まあ、そこはね J2 の難しいところで、はい、なんかこう相手に合わせちゃったりするとダメだなと。だもうコンサドーレのサッカーをこうもっと去年の方がどっちかって言ったら貫いてた感じがあるんで、今年はなんかやっぱプレッシャーを感じてるのか、あの新しく入った選手もコンサドーレのサッカーに合わせちゃってるというか、うまいサッカーに合わせちゃって、もうちょっと自分をもっと出しながらチームと、ね、合えば合っていけばいいと思うんですけど、まあでもすごく草津は、いや今の状態でコンサドーレが試合するにはいい相手だなと、うんうんうん、トクラのワントップもすごいハマってきてるし、そうですね、楽しみですけど、はい、明日試合があります。まあ、松本選手と菊岡選手が先発なんじゃないかという情報も入っております。はい、まあ、ぜひ皆さん足を運んでいただいて、行きますよね皆さん、行きますよね、うん、ありがとうございます。松山ひかるプロジェクトのところにはコウタさん明日もきっといらっしゃるんですかね。明日はですね、ちょっとスーツのイベントがありまして、はいはいはい、だからそっちにいるんで、あ、なるほどなるほど、チームスーツ、選手と同じスーツをちょっと格安で作れるということなんで、はい、若林さんも作りましょうよ選手と一緒に、僕選手と一緒にレディースのとかもね、レディースのもね、うちの会社の人作ってるんであると思います、はい、はい、じゃあそれ買ってくださるんですよね。誰が、俺が俺が今日いるあの女性の分みんなさすが苦笑い止まらないのに次の話題に行きたいと思いますが、ま、明日の試合、はい、ぜひあの足を運べる方札幌ドームに足を運びください。さあ、はい、そろそろですね孝太さん、何、今日はですね、はい、こんなにたくさんサポーターの方がいらっしゃってるんです、はい、せっかくですから生の声、生の意見、生の質問を、ね、ね、今日は受け付けて聞いていこうかなと思いますが、コウタさんに聞いてみたいことがある方、挙手をお願いいたします。おお、じゃあまずはちびっこからいきますか。なんかどんな質問かな。サッカーやってる、やってる、やってる、こんにちは。こんにちは。お名前教えてください。桜井誠です。誠くん、誠くんはコウタさんにどんなこと聞いてみたいですか。サッカーの他に特技はありますか。サッカーの他に特技、このキラースマイルかな。キラースマイル特技は、なんでしょう、なんかもう誰とでも普通に人と喋ったりするのがすごい得意だから、嫌いな人とかも今までいたかなってぐらい、なんかそういうか、そういうのが特技といえば特技ね。他のスポーツで言えば、あのゴルフとか、ゴルフすごいやるし、水泳もできるんです実は。おお、子供の頃は水泳も、子供の時はもう本当休みがないのにスーパー小学生って言われてて、自分で言っちゃって、おお、すごかったですよ。習い事ほど嵐だった。サッカーも2つやってたし、そろばん、英語、英会話、習字、クモもやらされたし、やらされた、しまいには小学校3年やのにアマチュア無線取らされてなんか、ね、ピー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 ってアマチュア無線取らされて、へー、はい、え、コウタさん、あのその時、子供の時にそういういろんなことをやっていたこと、うん、はい、やっぱり役に今立ってることって多いんじゃないですか。あるかなまあでも良かったのは習字と水泳、やっぱ泳げて良かったなっていうのはあるし、はい、習字もまあやっぱりね、あの頭よく見えるんでしょ、ちょっとね、なんかある程度まあ綺麗に書けた方がサイン書いた時とかさ、はいはいはい、いいと思うし、ちょっと後ほどね、サインを披露する時もありますので、ね、はい、お願いします。ちなみに誠くんはどんな習い事してるの。はい、サッカーと造形っていう工作とかやるやつと、工作、そろばんと習字です。おお、あ、結構近いスーパー小学生、うん、でもね、その今ちっちゃい時にいろんなスポーツした方がいいと思う。
いろんなスポーツしながら、あ、自分はこれに向いてるとか絶対分かってくると思うし、あ、これこのスポーツのここがこっちのサッカーに活かせるとかすごい出てくるから、まあ、いろんなことを一生懸命やれば、うん、何にでも役に、ね、繋がってるからね、何でも将来コンサドーレに入ってね、はい、かわいい、でもやっぱね、その、サッカーとかしてるから名前とかもはっきり言えたり、あ、なんかさすがだなっていう、そういうのはすごくいいね、隣お家族の皆さん、はい、はい、ありがとうございます。誠くんに皆さん大きな拍手、じゃあもう一問いきますね。はい、質問ある方、はい、女性の方、はい、内村選手なんですけれども、去年よりも18とか、はい、行けそうでしょうか。ウッチーはもうそら、今の現時点でもっと点取ってないとダメだと思うんですよ。17、はい、去年17かな、はい、うん、点以上取るってことはね、だからちょっとここからハイペースに、ね、怪我もあるしハイペースにならんとダメなんですけど、はい、今の状況でウッチーを見てると調子がいいの、本当今年に、今年すごい調子がいいからこそ走りすぎて肉離れとかなっちゃったと思うんやけども、調子がいい時っていうのはいろんなことまでしちゃうんですよ。ゴール前の仕事 とだけやってればいいとこをサイドに流れてチームのためにやってあげたりと だからそういうとこが見えたから、ちょっと自分のコラムでも書かせてもらったんだけど、もうちょっと 点を取ってくれればいいっていう雰囲気がチームからも出てきたりとか、まあ、もうちょっとウッチーがゴール前でシュートを、ね、1試合5本以上は絶対最低打たんならダメだと思うし、ワントップで出るなら、だからそういうことができてきたら20点ぐらい取れる能力ありますからね。楽しみ。で今ね、本当内村も冗談というかお世辞抜きで代表でやらしてももう本当遜色ない選手。ただ今コウタさんの話にあった調子が良すぎてもダメっていうのがやっぱプロのスポーツって難しいですね。サッカーはね、特に決められたポジションだけどいろんなとこディフェンスも行ったりするんで、その辺がちょっとね難しいところです。でもやっぱり期待できるということで、はい、はい、ありがとうございます。さあ他にも手を挙げられてた方がいらっしゃったかと思いますが、コウタさんに聞いてみたいことがある方お願いいたします。なんかね、こうコラムにこういうの書いてほしいとかリクエスト、会社にこうしてほしいこんなイベントやってほしいとか、番組でこんなことしてほしいとか、あ、番組ね、いや番組はいろいろやってるんですよね。ちょっとアンジェラ佐藤さんと大食い対決をねめっちゃ小食やもん。モトさんぜひ行ってきてください。ジェイコム札幌でアンジェラ佐藤さんの番組もね、レポーターの番組がある、対決しますか。いやでもね、やっぱ現役を引退していろんなものを食べるようになって、はい、まあ、すごく北海道ってやっぱ改めて食食べるものがすごい美味しいなと、まあ、特に野菜とかすごい美味しいし、まあ、その辺はすごいですよね、北海道ね、さすが。やっぱりその引退を決めた時に、うん、まあ、北海道という選択肢以外、まあ、大阪、水戸があったわけじゃないですか、はい、その中でやっぱり札幌を選んだっていうのは、まあ、もちろんその食っていうのも少なからずはありますよね。食、ああ食べる、美味しい食べ物、うん、まあ、そして生活、やっぱりサポーターが、まあやっぱそれが一番、あすごい、まあまあそのリップサービスじゃないですけど、まあそれがないとこうやってコンサドーレ札幌と OB がすごい戻ってくるっていうのはまあそこだと思うし、はい、まあ俺はそうですね、まあちょっと現役引退して、まあこの話はいいか、いやいや してください、気になりますよお願いします。引退してやっぱ俺の中でゴールをね、ああいう歓声の中で決めるっていう、それ以上 この達成感とか目標って見つからないんですよね。まあ、未だに見つからないぐらい、それぐらい気持ちいいし、自分の中ですごい大きなもんやったんですけど、それ以上のもんをちょっと探すには、普通の仕事で、ね、いろんなことをしても身に入らないと。だからそれやったらやっぱその選手のとこを超えるにはやっぱりこう札幌に自分が戻って、はい、なんかもう一回現役の時の輝きよりももっとやろうっていう目標があれば、
頑張れるんじゃないかなと、ね、そういう話を、まあ、何回かしてきたんですけど、ね、なるほど。じゃあさらに輝けるコウタさんを。いやでもね、やっぱそれは無理って分かってるんですよ。やっぱり現役の選手ってね、すごい。コウタさんもすごいんですよ。あの例えば、ね、添加物の多いものとかあんまり取ってなかったとか。もうちょいええこと言えよ。何やそれ、健康オタクみたいな。ちょっとね。LINE やったらやめとけ。そろそろあの質問最後の一問になっちゃうんですけど、ないですか、大丈夫ですか。現状のチームの、はい、メンバーで私は今年十分やっていけるなっていうふうに思ってるんですけれども、コウタさんが、もし補強できるとしたら、はい、日本人で一人この一人欲しいなだとか、まあ、海外の選手で一人この人欲しいななんて思うような選手っていうのを教えてほしいんですけど、小野伸二以外ですか。そうですよ、はい、ますね。どこですかね。まず今コンサドーレのバランス的に見てもキーパーがまずもうすごいですね、はい、やっぱりキーパーのポジション争いっていうのが、はい、J1 でも通用するぐらいなんで、まずキーパーはいいとして、フィールドプレーヤーなら、まあ、やっぱボランチかサイドアタッカー。でもサイドアタッカーはね、今の選手を省くって考えると誰もいらないですけど、なっちゃうんですけど、やっぱボランチですね。ボランチのとこに一人遠藤のようだ。いや、ああいうタイプでもなく、じゃああんまり変わりがないと思う。今のサッカーをもうちょっとアグレッシブに変えてもらおうとしたら誰ですかね。山口、あーサンフレッチェの、はい、とか本当に悩んでますね。いやでもすごい質問ですね。すごい質問。ボランチ小田さん、そろそろですね、スタッフから巻きが入ってきて、まあ一人ズバリお願いします、まあ、自分の今までの一番いいボランチといえばやっぱり稲本かな。稲本はスーパーでしたね。稲本選手ということで、はい、稲本小野伸二とおったらすごいですけどね。また女性もね、さらにね、ドームに行く方も増えそうですけど、ちょっとじゃあ稲本さんに一言を、コンサに稲本にちょっと言っとくわ。お願いします。まあ、今いる、ね、宮澤選手なんかもっと活躍できると思うし、はい、ね、川井隆二もいるし、いやでも今年 J1 行ってほしいですね。ね、いや我々頑張って応援していきましょう、はい、ということで、はい、お送りしてきましたけれども、小田さん、ここからは、はい、クイズ。